おはようございます。今日は土砂降りだね。まず荷物整理をしていこう。ダイヤモンドを寄贈しちゃおうかな。あ、そうだ、速度プラス2。なんか武器がかなりかさばってきてないか。一応延べ棒をしまうかな。ちょっと水やりは必要ないさそうだし。あー、なんか整理してたのに。一応よし、今日はそうだな、洞窟潜るということで40回を目指します。で、ツルハシがいて、オッケー、できるだけ持たないようにすれば失うこともなかろうっていうのは甘いかな。甘い考えかな。植えられるものもないよね。これは春植えだから、そうだね。よし、これで行こう。あー、雨降ってザーザー。パンツ、次からもっと気をつけ。あ、ありがとうマーロン。銅鉱石28、戻ってきましたね。あ、しゃしゃしゃ。いいね、68個になった。しばらくは銅は大丈夫そうかな。 OK。 あ、もう一個メール来てる。昨日の夜、誰かが君を診療所に運んできたんだよ。君は疲れて気絶してたんだ。そうだったね。診療費、医療費と28ゴールドもらっといたからね。了解です。あ、収穫できるよ、唐辛子。やばい、剣でサクサクってやっちゃった。唐辛子育つの早いね。よし、高品質のものだけを入れて、で1個予備で誰か必要になったら分けるように唐辛子を取っておこう。ちょっと種類別にチェスト用意した方がいいかもな。今日のおはようやってないな。雨だけどおはよう。そして鶏さんもおはようしてこよう。おはよう。餌間違えてないといいけどね。よし、どうぞ。大丈夫。近くに、めっちゃ近くに落ちたけど、これで家が燃えてまた建て直しってなったら借金地獄だよ。大丈夫かな。こんな天気悪いの初めてじゃないか。よし、剣はね、あ、売る剣を持っていこうかな。なんか行ったり来たりで、来たり来たりですごい時間無駄にしてる気がする。9から16、これ普通に、おお、雷の再現、音の再現がすごいですね。錆びた剣をちょっと持っていこう。で、この剣の特殊スキルは何だろう。あ、一緒なんだ。チキンガードっぽいよね。試しに使ってみようか。雷って実際に聞くとものすごいんですよ。圧というか音というか、音割れはもちろんしないし、音割れっていう、自然界で音割れっていう言うのはなんかおかしいですけど、その圧がね、無限なんですよね。無限の圧で迫ってくる。こうデジタルだと音割れでしか再現できないんだけど、複雑な音がすごいんですよ、雷の音っていうのは。あ、まあ帰りにやろうね。よし、雨の日は洞窟に潜るに限る。あ、違う、ベチベチ。このなんか親近感のあるこのベチベチ音。よし、20回、あと20回かな。こんなとこまで来てた。あ、釣り竿持ってくればよかったかな。そんなこともしてられないか、スタミナ的に。シュクシュクシュク。なるほどな。まずスライムちゃんを、新しい剣試してみるか。やっぱガードなのかな。あ、カウンター攻撃なんだね。やばい。あー、もう嫌な音だし鬱陶しいね。
OK。カウンター攻撃なんだね。あ、使いやすいね。なんて使いやすいんだ。さ、出てこないかな。さ、下の階は出てこないね。また見つけないといけないみたい。トン。あ、出てきた。よし、音楽来ましたね。安心する。アースクリスタルを取って OK。 お、草だらけだ。なんかこの子倒した時だけすごいグロテスクな気がする。よし、草刈り楽しい。ここも草刈り。よし、武器の使い分けが楽しいね。コンボが今のところ一番強いんだけど、この振った後にちょっと待たないといけないから、個人的にはこのシャ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 が好き。シャ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 、出てこないかな。あ、ドアもたくさんあるんだけど、なんか見かけるとつい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 集めてしまう。今は銅よりもあれ、石炭の方が欲しかったりするよね。よっしゃ、よし、安定だね。この剣は槍とかあったらもっとリーチが長い攻撃が繰り出せるのかな。ん、火のコンボもう一個拾ったね。強いかな。9から16、9から16、同じだ。よし、シャシャコンコン。痛い。なんて、あ、間違えた。あ、松明が、あ、なるほど、持っていけたりするんだ。へえ、そういう使い方があったんだね。マインクラフトをやってる人だったら当たり前だよねっていう感じか。マインクラフトは実は一番最初のベータだったかでやらないかって誘われたんだけど、あの正方形のグラフィックにあんまり惹かれなくて、で買わなかったんですよ。でその時すごく安くて、だから絶対買った方がいいよっていうふうには言われてたんだけど、 いつの間にかその正式版出て、それから今更買うのもっていう感じで買ってないんですよね。よし、でもそのモバイルポケットバージョンっていうのかな、は持ってるんですよ。セールで10円とかでセールやってた気がしたので、その時に買ったと思うんですけど、全然やってなくて。あー、マインクラフトは可能性が、いろんなことができるゲームだけど、個人的には合わなかった気がする。よし、なんだろうね、そのブロック、お、オムニジオード、中には珍しい鉱石が入っているかも。やった。今何個割ったんだろう。500分の1の確率ぐらいかな。そんな割ってないか。そう、マインクラフトはね、ブロックを壊すと残るんだよね。重力があんまりないというか、砂とかは落ちてくると思うんだけど、例えば木の根元のブロックを崩しても、上のものが落ちてこないんですよ。なんでかなって。ただそれだけ。あ、やばい。
スライムにはめ殺しされるところでしたね。なんで重力存在しないのかなって。あ、いける。あ、25回チェックポイントだね。やった、順調に進めてってるね。よし、モンスターかなり倒してるから、モンスターの肉とかいろいろ手に入れてる。これをうまく活用したいところだけど。よし、ん、ハートマーク出てなかったかな今。あの子やばい、スライムにコンボはあんまり向いてないかもしんない。スライム、あ、スライムはこれがいいね、これが。よし、 HP もかなり減ってしまった。今日40回までいけなそうだな。ただ25回までいけてよかった。もう帰ってもいい頃かもしれない。入ろう。よし、入りまーす。剣打ってこようっと。もらった剣だけどもらった剣だけど買い取ってくれるかな。こんばんは。あ、急にすごいコンボを錆びた剣、急にすごいものを売り出した。錆を防ぐために銀でメッキされてる。8から15ダメージ。コンボも8から15とかだよね。わー、あ、カトラス。いいな全部売ったら買えそうじゃないか。200だから770、サーベルが買えそうだね。8から15で防御がプラスか。防御は今のところ微妙だったので、ここはね、貯金がいいです張り紙見てこよう。スライムは、ああ、80匹も倒してる。岩ガニが、そして洞窟昆虫。なるほど、ハテナハテナが多いね。ダギーってなんだろう、砂のやつかな。 OK、じゃあ一旦お家に帰ろうかな。うわー、落雷で食らうことあるかな。気をつけ、あ、アビゲール、思わず切ってしまったけど、ちょっと待って、違う、え、話しかけられないね。そっとしておいておくか楽器持ってれば一緒に。あ、雨の日って風景がより興味深く見えるね。あなたはどう思う？そうだと思うけど、そうだと思うけど出歩きたくはないな。お家の窓で眺める分には雨の日は最高です。よし、あ、こっち通っちゃった。酒場寄ってくのもいいけどね。どうするかね。直帰するか直帰直帰。唐辛子今日売れそうだ。ちょっとボックスを、もう一個作るか。作物用とか。うわ、このコンボを試す時が来た。あんまりだねこのコンボを持ってしても、おお、あんまりだね。これって収穫するのかな。おお、雷の音がすごい豊か。なんかいろいろ用意されててすごい。田植えしよっか。ミックスシード、これ植えられてるかな。ここはこの辺は植えられててダメみたい。あ、
シピシ。なるほど、数種類持ってれば必殺技が交互に出せるってことね。おお、あ、ミックスシードだ。耕せば植えられるか。やばい、夜だ。すごい夜になった。ん、これは斧じゃないか。斧じゃなくてクワ。クワ、シャッシャッ。もう一個だね。大丈夫かな。不気味な音がしてるよ、ずっと。オッケー。売るものもなさそうだし、虫の肉は72個、スライムは61個になった。ちょっとレアな。あ、鉄鉱石だ。スプリンクラーが作れるぞ。ちょっとやろう。5個必要か。そうか、延べ棒は5個必要か。いつの間に出てきたんだろうね。そして銅が97だ。で、石炭はちょっと、銅のやつはまだ作らないでおこう。樹液は、もう一個の方にあるから、ここで。あ、待機。いろいろ、ちょっと大変になってきたね。整理が。とにかく、まだ大丈夫そうかな。なんかできる？これが揺れてる。あ、トマト、唐辛子、ブルーベリー、メロン。全部育ったらこれはできそうだね。こんな感じでしょうか。一応これは、わかりやすいようにここに置いとこう。で、持って、こっちになかったっけ。あるね。よし。ボックス、もう一個作るか。木は今何個あるかな。あは、全然足りなそう。ボックスを作るには50個の木材。じゃあ今日はもう寝ましょう。おやすみ。あんまり売ってないから190だね。はい。